ピッチマン、エクソスホ、ハヨンスとデート中に過去のトラウマが蘇る。この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール MBN、リッチマン、放送画面キャプチャー、リッチマン、エクソスホのトラウマが蘇った。韓国のドラマックス、MBN で同時放送されている MBN 水木ドラマ、リッチマンの2、7日放送分では、ユチャン、スホ、トボラ、ハヨンスの遊園地デートが書かれた。しかし、メリーゴーランドの前に立ったユチャンのトラウマが蘇った。メリーゴーランドに乗ったユチャンは、恐怖を訴えるほど怯えていた。ユチャンは、ここで待ってね、と言われた。それから僕を捨てた、と辛そうに話した。傷ついたユチャンの子供の頃の話に、ボラも心を痛めた。